皆さんこんにちは、あおりチャンネルです。今回はエブリデイ餃子店で大物取れるまで帰れませんをやったんですけど、そちらの人形をご紹介します。イエーイ。はい、そして人形のこちらなんですけど、人形でやってみたい UFO キャッチャーが他にもあって、1回やったらゲットしちゃったんですけど、こちらのミニオンのバナナのチュルチュルケースクイーズです。そちらをご紹介します。ちょっとね、まずこちらの人形からご紹介していきます。こちらはコマさんのティーカップの人形です。こちら取れた時嬉しかったんですけど、ここのハートのところとかも可愛いし、しかも実はこの横のところに少しこぼれてるんですよ。可愛いですね。裏はですね、こんな感じで何も柄はありません。でも顔がすごい可愛いですよね。耳のところも可愛い。耳っていうのかな、わかんないんだけど、これがついてて可愛いです。でもね、ここにね置いてんだけど、もう前ゲットしたうんこが見えなくなってるって感じで、人形もいっぱい、大物いっぱいありますね。こんな感じ、可愛い、本当に可愛い。それでは次にこちらのバナナのチュルチュル系スクイーズご紹介していきます。ミニオン大好きだからバナナケースチルチルスクイーズは嬉しかったです。よっしゃ、はい、こんな感じです。触ってみます。あー、チルチル気持ちいい。バナナのところ上下のところも気持ちいいです。これもちょっとだけペタペタしてるから、ゴミがついちゃったら大変かなと思います。なんかちょっとチルチル私大好きなんですよ。気持ちいいです。うん、まずはい、全体から見るとここ一つ目のこのやつでこんな感じです。後ろは何も柄がありませんね。はい、こんな感じです。チュルチュルのやつも黄色ですね。リアルです。あと伸びますね、すごい。でもそうやって伸びすぎてバーンって跳ねるので気をつけた方がいいと思います。こんな感じです。音もいいですね。今エブリデイ餃子店はなんか500円入れるとコアラのマーチ1つプレゼントということで、すごいやって500円入れたのでコアラのマーチいっぱいあります。3種類やって、その3種類全部もらいました。はい、こちらが普通のコアラのマーチ、チョコレートね。そしてこちらが初めて見ました、黒いコアラのマーチ、ココアのミルク味。そしてこちらも初めて、和のコアラのマーチきなこラテという味のものですね。初めて見ました。こちら3種類もらいました。まだまだいっぱいあるんですけど、3種類今ご紹介したいと思います。こんな感じです。皆さんもクレーンゲーム500円入れる前に店員さんに言って、500入れますって言ったらコアラのマーチもらえます。ぜひ皆さんももらってみてください。はい、今回はエブリデイ餃子店で大物を取れるまで帰れませんをやって、こちらのコマさんゲットしました。そしてやってみたいクレーンゲームがあって、一回やったらゲットしたバナナのチュルチュルケースクイーズでした。ぜひ皆さんもエブリデイ餃子店に行ってみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。